はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズの平井です。そしてはい、どうも皆さんこんにちは。新人ライターのルーです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、今回ですね、なんと11月17日にリリースされたエイムズ、こちらやっていきたいと思います。やっていきましょう。ついにリリースされたんですね。リリースされましたね。エイムズとは、一つのマップに51人のプレイヤーが降り立って、はい、お金を奪い合うといったゲームになっております。で、お金を一番持ってた人が最終的には勝ちっていうゲームですね。そうですね。お金を持ってるプレイヤーをキルして奪ってもいいし、まあ、お金を拾って逃げてもいいしっていう、結構いろいろなね、楽しみ方ができる。そうですね。キャラクターかなり種類があって、そこら辺でいろいろな戦術が取れるといったバトルアクションゲームですね。はいはい。ということで、ゲームの方ではなく一旦お試しモードにやってまいりました。はい、ここではですね、操作説明したいと思います。なんか画面下部に丸いなんか円盤みたいなのがありますね。そうですね、透明な円盤があると思うんですけど、基本的にこの辺を使ってね、こうやって動かせばキャラクターが動けます。はい、2回タップすればこうやってダッシュになります。あ、ダッシュができるんですね。はい。で、スワイプすればこうやってステップ踏むことができます。1タップでこんな感じで攻撃もできます。1回タップするとこうやって攻撃になりますね。本当にね、片手でこうやって気軽に操作できますね。でも円盤の周りになんかいろいろな球体というかいろんなものがあるんですけど、はい、じゃあまずね、この下の4つから説明していきたいと思います。こちらですね、キャラクターによって全然付け替えとかできまして、僕の場合だとこういう追跡強化とかスタンボムとか、ダメージガードとか、まあいろいろなやつがあるんですけど、これらをね駆使して試合を有利に運んでいくっていう形になりますね。各々能力が設定していて、それをタップすることで発動できるといった感じですね。そういうことです。で、右側なんですけど、こちらギャングアクションと言いまして、はい、こちら逆に付け替えができないんですよ。キャラクター固有なんですね。固有スキルです。固有のアクションですね。はい。こちらね、エレクトラちゃんっていうんですけど、エレクトラちゃんの名前だとこの範囲内に敵を入れて、で、離したらこうやってダッシュします。で、もし敵に当たったらダウンさせたりとかダメージを与えたりできるんですね。そういうことです。で、最後ね、これ一番目玉なんですけど、すごい光ってるじゃないですか。左下にエレクトラちゃんがすごい光ってますけど、これはギャングスキルって言いまして、まあ、いわゆる必殺技ですね。こんな感じでカットインが入りつつ、こういう感じで、すごいすごいめちゃくちゃスライディングして、今乱射してますね。こんな感じでちょっとね、必殺取って相手をね倒していくっていう形で、シンプルなアクションとスキルをうまく活用して戦っていくゲームなんですね。そういうことです。はい。ということで、ようやくゲームの方にやってまいりました。はい。じゃあここからはね、実際そのプレイの流れとかをね、説明していきたいと思います。まずはじめに、51人全員が同じマップにバスで送迎されると、3箇所バスがあるんですけど、はい、ここからね、好きなところに降りるっていう形になりますね。あともういつでももう降りれちゃうということで、早速ちょっと降りていきたいと思うんですけど、このゲームの目的なんですけども、今制限時間が書いてあると思うんですが、はい、1試合4分間が制限時間となっておりまして、4分後に最終的に所持金1位となっていたプレイヤーが勝ちとなります。そうですね。で、最初の動きとしてやるべきことは、このマスコットキャラクター、極天くんですね。この子をこうやってね、打って攻撃して倒すと、こうやってレベルが上がります。お金の稼ぎ方として、今ミニマップに黄色く表示されている ATM を壊したりとか、あとプレイヤーを倒してそのプレイヤーが持っていた所持金を奪ったりできるんですね。そうですね。で、今極天君を倒してレベルを上げると、そのプレイヤーを倒すといった行為がやりやすくなる。体力や攻撃力が上がるんで、プレイヤーをやりやすくなるんですね。それだけじゃなくてね、体力もやっぱり上がって逃げやすくもなるので、やっぱりレベルは積極的に上げてった方がいいですね。今 ATM が結構壊されてましたね。ちょっとね、早速他のプレイヤーがお金を奪いに狙っているといった感じでしょうか。そうですね。ちょっとキル狙ってみますか。お、今なんか一人プレイヤーがいましたよね。こうやって見つけたら、こうやってエイムを合わせてね、攻撃していきます。ただちょっと離れてるかな。離れてますね。こうやって攻撃するとお金を落とします。こんな感じでね。お金持ってないのかな、これ。あ、落としましたね。そうするとこうやって奪えます。このエイムなんですけども、結構プレイヤー機敏に動くじゃないですか、はい、合わせるの難しくないですか。オートエイムがいらっしゃいますね。オートエイムかなり結構操作がシンプルだったと思うんですけども、それに合わせてエイムもオートエイムで遊びやすいですよね。そうですね。結構操作の仕方っていうか、やっぱり戦術、どこでお金を取りに行くかとか、まあなんかどこで攻めるかとか、その辺が結構重要になってくる。プレイヤーを倒すのか、それとも ATM を壊してお金を稼ぐのか。そういうことです。あと ATM の他にも、フィールドの中央には現金輸送庫、現金輸送の輸送車ですね。輸送車がありまして、そちらにはね ATM よりも多いお金が詰まっているんですね。そうなんですよ。まあそこを壊していっぱいお金を取って勝っていくのが一番、まあ流れとしては王道なんですけど、今黄色く今壊されましたね。で、これね、お金を持ちすぎるとどうなると思います？なんか重くなりそうじゃないですか。はい、その通りです。なんで50はかなりお金を持ってしまうと移動が遅くなってしまうので、欲張って取りすぎるとお金持ってしまう上に、お金を一番持つこんな感じ、今ドルのマークわかりますか？そうですね、なんかいやあと 70m とか距離感が表示されてますね。そうですね、一番お金持ってる人がああやって表示されるので、うん、足遅くなってる上にみんなに狙われちゃうっていう現金輸送庫を壊すとお金が大量にばらまかれるので、それでね所持金が一番多いプレイヤーが表示されるようになります。そうですね、まあ、こんな感じで狙われるんですよ。うん、でお金もどんどん落としちゃうと。そうです、なんで結構お金を奪うタイミングとかも重要で、あまり早く奪いすぎると逃げ切れずにやられちゃったりとか。そうですね、そこら辺はねプレイヤーごとの戦略が出る部分になるんじゃないかなと思います。お向こうも結構ギャングアクションを使ってタックルしてきましたね。かなり至近距離、このゲーム至近距離だと近接攻撃があったりとかいろいろなアクションが楽しめるんです、ね、相手のレベル見ました。今レベル9だったんですよ、あれ。いいですよじゃあんま深追いするとやられちゃいますね。基本的にはレベル上の相手にはやっぱり戦いを挑まない方がいいですね、うん、なるほど、はい、じゃあ中央の現金輸送車を狙うとなると結構周りのロボを倒したりとかプレイヤーを倒したりしてレベルを上げることってそうなんですね。ちょっとね今流れを説明するためにレベルが全然上がってないんでこういったレベルが上がってないとかそういった場合はフィールドに設置されている ATM を壊したりしてお金を稼ぐといった場合によって状況によって戦術を変えるっていうのも選択肢になりますよね。で僕敵を倒せないのでこの力じゃ今ちょっと拾ってお金をなるほどお金を拾って端っこくいきたいと思います。そうですね、このゲーム1位だけが勝ちではないので、そうですね、4位とかでもね全然まあ、勝利といえば負けてしまえばお金は0円なんですけど、0円生き残ることが一番大事と。そうです、そういったゲームになってますと。はい、ということで2戦目やってまいりました。1戦目でね大まかなゲームの流れとお金を奪って1位になるっていう目標が分かったと思うので、はい、2戦目はヒロさんにガチで1位を狙って立ち回っていただこうかなと思います。取りに行きますよ。おでも結構もうもはや可愛いキャラクター別キャラクターに変えてきてますけど、これ俺のガチキャラです。あ、なるほど1戦目のキャラクターは銃を撃っていたと思うんですけど、今回はね近距離もう刀を使ったキャラクターになります。まあ、キャラクターもね何種類かいて攻撃方法が豊富なので自分に合ったキャラクターで遊べるとより楽しめるんじゃないかなと思います。ああ早速プレイヤーを切る、早いな展開がバチバチでいきますよ。そうですね、プレイヤーを切りしてお金とレベルをガンガンに上げています。いや2人目ですよ早い、ヒロさんめちゃくちゃ早い、辻切りなんで通り魔と一緒ですからねもうヒロさんかなりやってますもんねこのゲーム。やってますね、うんなんで逆に言うとね当たる相手も猛者のはずなので、ここから1位を取れるのか白熱した試合が見れるんじゃないかなと思います。そうなんですよ、この辺結構みんな強いんでね、油断せずにいきたいと思います。レベルをね上げつつ中央のね輸送車ですね、輸送車の方に行って、はい、お金を稼ぎたいと思います。まあ、ただねこのゲーム輸送車を狙ってる時に後ろを取られたりするのも怖いですからね。おっと早速後ろを取っていく。レベル4、レベル4とレベル6の戦いでレベル4強いレベル6。おっ近くにいる、大丈夫か、やるかやるのか。時々ダメージの時に赤いガード数値が出ると思うんです。ガードね、おガード貫通、これバレットのスキルで防御力を上げるスキルを発動させて向こうが耐えしのいだといった形になります。逃げます。ヒロさんも今ねバレットで防御力を上げるスキルを発動してうまく逃げましたね。逃げます。いや、やっぱアクションだけじゃなくてバレットの使うタイミングだったりとかも大事ですよねで一定時間逃げてたらこんな感じでね自然治癒するんで。そうですね、戦闘状態じゃない場合のみなんですけども治癒が発動して体力がね自動で回復させることができます。おお相手もレベル7、レベル7、ヒロさんよりも1レベル高い。これは喧嘩売らない方がいいのかなるほど、敵見たら分かると思うんですけどマッチョでしたよね。そうですね、マッチョの子はちょっと硬いんでねあんまり狙えてないですね。いや、奇襲が失敗しちゃうとこのキャラだとちょっと厳しいですね。そうなんですよ、まあ、キャラクターごとにね戦法が違うのでそこら辺うまく立ち回ってお金を稼いでいきたいところ。そうこのゲームねちょっととりあえず倒れないようにだけ本当にそうですね、倒れるとマネを全部失ってゼロマネになってしまうのでもう何も得られないんで、はい、倒れるのは一番避けたいといった形になります。で今4位ですね。ただ輸送車が壊れていないので今後どうなるのか。ヒロさんが輸送車に近づいていく、7にしていく、はい、7レベルを上げて輸送車の前のおっとさっきの人かしつけえな炎をね打ち出されてヒロさんを追撃された。しつこいで逃げます。あこいつね、紹介しなかったんですけど本当に莫大な富を守る万兵ですね輸送車を守っているエリート兵と呼ばれる、NPC で結構敵としてね硬いです。なんで倒すのにも結構一苦労って感じになります。で今さっそうと1キャラキルしていく。オッケー、頑張って待って待って、また筋肉マッチョきたイロさんめっちゃ狙われてる。あ、やばい、ダウンしてしまった。怖い、ガード。さあここでバレットをねうまく撃ってガードで残り30秒。輸送車が壊れたから今ね1位のプレイヤーが右のドルマークで表示されてるかなと思います。これはね、体力を満タンにしてから必殺技で狩りに行きたいと思います。そうですね、ギャングアクション、ギャングスキルの方で倒していけば1位の方を倒せればお金が全部総取りできる。10秒、距離を詰めれるか。いやー10秒間に合うか。結構 60m かなり離れている。やばい、障害物、やばい、逃げられる逃げられる。ヒロさん頑張って、ヒロさん頑張って。当たる、さあ当たるか。当たったー、はい、何とで当たった。あと1終了勝ったか。どうなんだ、お金取れたかな。結局拾いきれなかったらお金にならないので。そうなんですよ、そうなんですよ。さあどうなんだ。俺じゃない、違う、俺同じキャラではあるけど違う人だった。俺じゃない何位だったんだろう。今多分1位の子を切ったと思うんですよ。あ、2位、いやー惜しい。てかお金がちょっと流れちゃったかもしれない。流れちゃったね。いやー惜しいな。いやでもなんかクロード同士のハイライトした試合やっぱこの4分間って時間が短いので最後まで手に汗握る攻防が楽しめるんですよね。安心した試合は一つもないですねこのゲームは常に緊張がハラハラドキドキ戦うことになっていきますね。でね、ちょっと触れたんですけどキャラクタータイプとかもね、結構いろいろありまして、そうです。なんか1戦目に出たこのエレクトラちゃんとか、あとさっきの試合だと真ん中にいる僕のこれですね、はい、アリシアちゃんとかいろいろいるんですね。キャラクターの左斜め上に表示されてる足みたいなマークついてるの分かりますか。なんかいろいろ足だったり手みたいなマークがあったりとか。そうですね、こちらキャラタイプ分かれてまして、足のこのマークだったらスプリンタータイプ、基本的に移動速度が速くて逃げとかが得意になってくるキャラクターとなっています。はい、でこの横のこれですね、ジャッジメント君、これ縦のマークついてますね。はい、縦ってことはやっぱイメージ通りその短角だったり、そう、なるほど、体力が多くて結構強奪力にも優れてて、そうですね。そこら辺で言うとやっぱりキャラごとに右上にステータスみたいなのが書いてあって、はい、アタックとかライフとかそういったいろんな色があるんですね。そうですね。でもう3つ目ですね、これアンチちゃんですね、ハンタータイプとなっております。ハンタータイプは結構耐久力というかその辺は低めなんですけど、攻撃の地位見てもらったら分かると思うんですけどアタックが強めで、確かこのキャラは全キャラの中でアタックが一番高いキャラなんですよね。一番高くて、耐久力は低いんですけどアンチちゃんの場合だと遠くから敵を狙えてるという。遠くから狙えるのがハンターなんですね。スナイパーみたいな、ああなるほど感じですね、いわゆる。でもう一つ、こちらですね、これはすごい一番分かりやすいと思います。ディーゼルさん、こちら拳というかね手のマークついてるんですけど、アサルトタイプですね。これは単純にステータスのバランスが良くて対人戦というかね、対キャラ戦闘が得意なキャラとなっております。なので結構ゴールド、そのお金を持ってる敵から敵を倒してお金を奪っていくっていうのが特徴のキャラとなってますね。なるほど、やっぱりこんだけ種類があると自分に合ったキャラクターで遊べるっていうのはすごい楽しいですよね。そうなんですよ。そこがやっぱり一番面白いポイントの一つじゃないかなと思います。その戦略の要素の一つとしてギャングの種類だけじゃなくてバレットもあるじゃないですか。そうですね、こちらバレットをちょっと見ていきましょうか。たくさんの種類の中から4つ選べるんですよね。そうなんですよ。ステータスのギャングアクションの数値が上がるのと、こうやってスキル効果がついてて、これを使用して試合中ね有利に運ぶことができるということになっています。だから自分の戦術に合ったバレットをつけて戦っていくんですね。そうですね。あとはステータスで結構足りない部分、アリシア僕が使ってたやつだとステータスでいうとライフが少ないのでこうやってライフを補ったりねしていただいて、こんな感じでいろいろな戦術が組めると思うので。いや本当に戦術が無限大なんですね。本当なんですよ。こちらまたね別動画でちょっとやっていきたいなと思うんですけど、でそしてですね11月26日の19時からお何があるんですか、エイムズ生放送やります。やったーイエーイ。いやーもうめちゃくちゃ今1試合見ただけどすごい、2試合見ただけど本当面白かったですから、生放送ついにやれるんですね。いや僕もすごい嬉しいですね。僕自身すごいハマってるのでちょっと生放送でね、このエイムズの楽しさを皆さんに伝えていけたらなと思います。ぜひぜひご視聴お願いいたします。ということで今回の動画はこちらで終わりにさせていただこうかなと思います。それではまたのご視聴お願いいたします。じゃあね、バイバーイ。バイバイ。